それでは3本目なんですが、京都 TV から互いにプロジェクト in 京都ご紹介させていただきたいと思います、はい、この互いにというのは一体何なのかって話なんですけれどね、これはあの新潟が発祥らしくて、はい、新潟を逆に言うと互いに段取りです、これ段取りやってますけど、ね、完全に段取りですけどね、はい、打ち合わせ通りですよ。すごいすごいすごい。そうでもこれ気づいた人はちょっとあれでしょう ね、めっちゃ嬉しかったですね。そうですよね。でそういう、まあ、互いにっていうのは、まあ、お互いがお互いなんかこうネットワーク持ってみんなで力を合わせて、頑張っていこうっていう部分なんですけど、何に対して頑張るのかってことなんですけど、これはやっぱりあの東日本の復興支援のね、部分を一つ目的としておりまして、それプラス、まあ、ビジネスもちょっと絡めまして永続的に行っていけるように、やっていくためのものなんですね。なるほど。ボランティアだったらちょっとやっぱり無理が生じてちょっともう参加できないっていうふうになるかもしれないんですけど、それに営業的というかビジネス要素が入ってくると、ちゃんと参加する人にも利点があって、で参加される側にも、ね、利点があるお互いに、互いに利点があるっていうね。そうだよね。なるほどなるほど。すごいなというふうに思いましてですね、その互いにプロジェクトが、まあ、京都にやってきましたということで、まあ、その動画の内容的な部分ではですね、そのイベントが始まる前のブース紹介を主に、まあ、されてるわけなんですけれども、リポートをしていただきました。動画に出てくる2人もですね、なんと新潟から車に7時間かけてやってきたって、はいはい、だから7時間かかったって言ってはったんですね、なるほどなるほど。でいろんな、まあ、ブースがあるわけなんですけれどもね、まあ、京都にちなんだその京都の景色とかを写しているなんていうかポストカードであったりとか、はいはい、そういったものもあり、でちょっと幅広いんですけれども、僕は自転車が、ね、大好きなんですけどね、はい、海外のですね、イタリアのメーカーでプロテックっていうですね、プロテック、自転車のオールハンドメイドのですねメーカーがあるんですけれども、それのこうおっしゃる日本のメーカーがプロテックジャパンっていうんですけど、プロテックジャパンの来ていましてですね、それもなんかいろんなものを販売したりとかしていまして、で他にも折り鶴あるんですか、はい、折り紙の、あれを普段折るやり方ではなくてちょっと別の折り方をするとバリエーションがねいろいろできるらしいんですって。そういうものをなんか展示したりとかね、まあ、実際販売もしてるかもしれないですけどね。今折り紙でいろんなもの作る方いらっしゃいますもんね。あ、そうですね。それはちょっと見応えありそうですね。あともう一つ面白いのはですね、手マッサージを、するブースがあるみたいですね、その名前がこれおそらく大阪だと思うんですけどね、ほぐしたい麺っていうほぐしたい麺ダイレクトに届く、だいぶほぐしたい届いた気持ちがそうそうっていうのがあったりとかね。なるほど、はい、なので、まあ、ビジネスとそのボランティアをうまい具合に、コラボさせて永続的にやっていくっていうものでございまして、まあ、今回は京都にやってきたわけなんですけれども、また、やってくるかと思いますし、各地で、そういったことをやるかと思いますので、またぜひチェックをいただきまして、今後ぜひ参加してみてはいかがでございますでしょうか。今回3本目ご紹介いたしましたのは京都 TV から互いにプロジェクト in 京都ご紹介させていただきました。歩いて日の当たる場所でこれからも一緒歩いて